こんにちは、ケイドラです。今日はハガレンコラボのおすすめのワクワクのみ紹介していこうと思います。厳選に答えはないんで、あくまで一個人の一つの考え方として捉えてください。もちろん皆さんの手持ちだったりプレイスタイルによってワクワクのみの付け方は大幅に変わるんで、今回も低難易度向き高難易度向きに分けまして、おすすめのみを紹介していこうと思います。現状明確な難しいコンテンツでハマっている場合や、殴り特化のキャラに関しては高難易度向きの厳選がおすすめです。逆にまだ難しいコンテンツでハマっていないキャラは、未来投資で難しいコンテンツ向きの厳選をしておく、もしくは低難易度向きの厳選をしておいて現状使用していく、この形がおすすめです。キャラを複数持っている方は両方作って使っていくのが一番扱いやすいと思います。今回も英雄の書をつけた場合のおすすめのみ紹介していくんですけども、もしつけない場合に関してはおすすめしている中で皆さんご自身がいらないと思うものを選択してください。基本的にはキャラの長所を伸ばすみをつける方がいいと思ってるんで、軽くそれぞれのキャラの特徴を話していって最終的な厳選内容を紹介していこうと思います。まずはエルリック兄弟からいきましょう。こちらは2形態あるんですけども、両方ともバランス型かつ性能に関しても結構似通っているんで、挑戦系だったりワクワクの実に関しては同じような評価になります。挑戦系に関してなんですけども、こちらは分岐重心化のキャラなんで、1体解放するだけで両方ともに挑戦系の効果を得ることができます。なので今回のコラボキャラの中では一番恩恵がでかいし、 SS の火力も大幅にアップするんですけども、現状の使い道がそこまで多くないんで、特に焦ってつける必要はないかなと思います。どちらの形態にも共通して言えることは、まずは友情コンボの扱い方ですね。両方とも火力は高いんですけども、ちょっと扱い方が難しくて、ちゃんと考えながら友情コンボを拾わないと火力を出しづらくなっています。ただその分理想火力に関しては結構高いし、超バランス型の恩恵も乗ってくるんで、属性効果上がってるクエストでも友情コンボで活躍することができます。特にエドワードなんですけども、カウンターキラー M 乗ってる状態で紋章ついていれば、ダウトのボス戦でもめちゃめちゃ友情入ったんで結構強かったです。どちらの形態も高難易度アタッカーっていう立ち位置だと思うんで、そこの強みをしっかり伸ばしてあげましょう。まず低難易度向きに関しては動撃遊撃即一殺、高難易度向きに関しては動撃即一殺動撃即もしくは同盟撃。まず簡単なクエスト向きなんですけども、このキャラ超低難易度クエストではほぼほぼ使わないと思います。なので使うとしたら激究極とかで使うと思うんですけども、そこに関してはこの3つついていれば基本的に扱いやすいと思います。で、難しいコンテンツ向きに関してはやっぱりこのキャラ SS がかなり強くて、早く打てることができれば突破率が上がったりとか周回効率が上がる可能性が高いんで、基本的に即一殺はマストで欲しいと思っています。アルフォンスに関しては即一殺なくても全然1段階目早く打てるんで、複数持ってる場合は2体目以降はつけなくてもいいかなと思います。で、過激に関しては同撃と同撃速つけてるんですけども、ここは正直好みですね。アルに関しては HP が高めでスピードがちょっと遅いんで、今回同撃速にしたんですけども、耐久値を上げるのも全然いいんで同盟撃でも大丈夫です。やっぱり両形態とも SS がめちゃめちゃ強いんですけども、短縮要素を全く持っていないんで、即必殺の恩恵は非常に大きいと思っているんで、僕は即必殺はマストで欲しいと考えています。この枠のライバルなんですけども、基本的にアジン族がめちゃめちゃ多いわけではなかったんで、まあ同撃でいいと思うんですけども、ゾロと一緒に使う場合は被っちゃうんで、そこだけご注意ください。重力ダメオに関しては現状かなりアジン族少ないですね。ダミオブロックに関しては反射には結構アジン多いんですけども、貫通はクラピカぐらいしかいないんで、そこまで被りもしないかなと思います。アルフォンスのダミオ原則に関しては現状サマ適正のタイバニとアナスタシアアルファ、ここがアジン族かつ貫通枠にも一応アジン族いるんですけども、まあ結構ねこの朝倉葉と相性良かったんで、同族恩恵一緒に受けるのは結構大きいと思います。ダメオワープに関しては思ってた以上にアジン族少ないです。ワープ原則に関しても現状貫通枠にしかアジン族いなかったんで、ここは特に被りにくいと思います。では次ロイマスタング見ていきましょう。挑戦権に関しては現状特に焦ってつける必要はないかなと思います。理由としましては、もちろん超バランス型解放すると火力上がるんですけども、殴り関係が上がる超ダメオだったり超マインスイーパー持っていないし、キラーに関してもないんで、アタッカーとしてめちゃくちゃ伸び幅があるわけではありません。
現状クエストも間に合ってますからね。で、天馬さんでも使えるんですけども、あのクエストは属性効果全く上がっていないんで 1.2 倍の恩恵しか受けれません。まあでもこの 1.2 倍は地味に大きいので、実際に天馬さんで毎月使ってみようと考えている方は解放してもいいと思います。あとの特徴としましては、友情火力も結構高くて、爆発で誘発もできます。で、SS が全体 30% 割合持ってるんで、これがかなり魅力的です。天馬さんにおいても、この割合 SS は結構強かったんですけども、2段階の SS ターンはめちゃめちゃ重いし、1回幽霊状態になると、SS のターンが遅延するんで、紋章で対策しない限りは2段階貯めるのは結構難しいと感じました。ではまずは低難易度向きなんですけども、動撃遊撃即必殺、高難易度向きに関しては即必殺平明照明、もしくは動撃即必殺動撃即がいいかなと思います。で、天馬さんで使おうと思っている方に関しては、照明気が減り即必殺、もしくは同盟撃がいいかなと思います。まず簡単なクエストに関してはやっぱりこの3つ、このキャラのスペックを平均的に伸ばすことができます。難しいコンテンツ向きに関しては結構意見分かれると思うんですけども、まあ個人的にはこのキャラ結構アタッカーとしての活躍がちょっと難しい気がするんですよ。なぜかというと、もちろんトリプルアンチだったら一番強いんですけども、こちらですね、重力マイン飛行に関しては坂本龍馬とかサンゴ、まあもちろんこれ超 AGB ではないんですけども、他にはモンストローズだったり、まあアポロとかもいるんで、ちょっとねアタッカーのライバルが強いんですよ。で、もちろん重力ダメに関してはこちらエースがね、もうもろかぶりしてる、プラスこっちの方が SS の全体割合のダメージも大きいんですよね。 36% あります。キラーに関してもゴリゴリ持っているんで、エース持ってる方だったらこのキャラともうもろかぶりしちゃうんですよね。なので動撃に関しては結構優先度下がる気がします。なんなら撃手とか戦撃の方がいいかもしれません。ダメオ前に関しても聖徳太子であったり鬼丸、あとは背徳もいるんで、トリプルアンチ以外だったらどうしてもライバルが強すぎます。なので全体 30% 割合を持ってるっていう強みから、平明照明即必殺も全然ありだと思いました。で、天馬さんに関しては平明絶対ダメなんで、こちら外しまして、照明と気が減りと即必殺で、今回気が減りつけた理由に関してはやっぱり結構死んじゃうんですよ、この HP だったら。そうすると SS ターンが遅延されていくんで、せっかくのこの2段階の 30% 割合が全然打てなくなります。もちろん紋章をつけて対策はできるんですけども、基本的に自陣に鬼丸持ってる方は鬼丸に紋章をつけると思うんで、このキャラに気が減りをつけて耐久するのも全然ありだと思いました。あとは即必殺か同盟撃なんですけども、こちらは好みですかね。一応同盟撃をつけた方が耐久値上がるんですけども、その分 SS が早く打てなくなるんで、そこだけご注意ください。やっぱり全体的にライバルが強いんで、キャラ持ちがいい方は照明平明即必殺で差別化で、キャラ持ちが少ない方は同撃二種と即必殺がいいかなと思います。続きまして輪矢を見ていきましょう。挑戦権に関してはこちらも現状焦ってつける必要はありませんが、減速率緩和の SS とめちゃめちゃ相性いいんで、 SS との噛み合いが好きな方は全然使っていいと思います。特徴としましてはこちら友情火力が思ってた以上に強かったです。ヒット数も結構稼げるんで、サソリ対策にも有効でした。さらに SS がめちゃくちゃ強くて、一定期間自強化と防御力アップ、そして減速率が緩和するんですけども、こちら1段階で2回行動分、2段階で3回行動分継続するんで、その間このキャラはめちゃくちゃ強くなります。特に減速率緩和が激しくて、シャーロックホームズに近いぐらい減速率緩和するんですけども、そこに超スピード型と連撃キラー乗ってくるんで、アタック能力がめちゃめちゃ優れています。とにかくこの SS は絶対に早く打てた方が強いんで、即必殺は個人的にはマストで欲しいと思っています。では低難易度向きに関しては動撃遊撃即必殺、高難易度向きに関しては動撃即必殺動撃即、もしくは同盟撃ですね。まず簡単なクエスト向きに関してはやっぱりこの3つ、友情火力もねすごい高いんで、光属性相手にはかなり高火力を出してくれます。で、難しいコンテンツ向きに関しては先ほど言ったように即必殺はマストで欲しいです。で、残りの過激に関しては動撃を選んでいるんですけども、このキャラホムンクルスという固有の種族を持っています。すなわちこのキャラに動撃を持ってあげないと最高火力を叩き出すことができないんで、
基本的には劇種だったり線形をつけると音形が少なくなっちゃうんでおすすめはしません。とにかく SS がめちゃくちゃ強いし継続するんで2段階の SS を早く打ちたいんですけども、 SS ターン短縮はあれど結構重いし、このキャラが反射タイプなんで毎ターンしっかり3ターン短縮することは結構難しいと思います。なので即必殺は個人的にはマストで欲しいと考えております。では次は第2弾リザ&ロイ見ていきましょう。挑戦権に関しては現状砲台キャラが少ない方向けですね。キャラが潤っている方は解放する必要はないと思います。特徴としましては砲撃型の両方とも光属性の友情コンボ、超強ウォールスルーバレットと超強リバースウォールスルーバレット、こちらにダウンポジションキャラ乗ってくるんで友情火力に関してはめちゃくちゃ高いです。このキャラ1体だけでも結構殲滅力あったんで、キャラ持ち少ない方は砲台キャラとして結構優秀だと思います。さらに SS ですよね。敵の防御力ダウン&弱点効果アップをした後に大号令を放つんですけども、これが非常に強力です。このキャラ自体がダウンポジションキャラを持ってるんで火力も出せるし、他のアタッカーのキャラでも火力伸ばせるんで SS の中でも結構強い部類だと思います。では低難度向きに関しては遊撃平明照明、高難度向きに関しては平明照明即必殺、もしくは劇種3種とかもいいと思います。でこのダメオ転送壁の枠なんですけども、ビレディだったりアーニャに平明照明がもうついてる方に関しては枠枠のみ変わりまして、同撃即必殺同名撃もしくは遊撃がいいかなと思います。では簡単なクエスト向きなんですけども、こちらは結構砲台キャラとして使えるんで平明照明遊撃、これが無難に扱いやすいと思います。もちろん砲台枠の他のキャラに平明照明ついてるんだったら遊撃と即殺でもいいかなと思います。で難しいコンテンツ向きに関しては基本的に平明照明即必殺、これが有効的なんですけども、先ほど言ったようにこの枠にもう平明照明のキャラがいる場合は他の味方のサポートができる劇種3種だったり自分だったりアーネの火力が上がる同撃でもいいかなと思います。とにかくこの枠に関しては現状クエストが全くないんで一旦遊撃をつけておいて遊ぶのが一番いいと思います。なんなら友情火力はめちゃめちゃ高いんで、もし難しいコンテンツでハマった場合も友情採用できる可能性もあると思います。では次はオリビエ見ていきましょう。挑戦権に関してはこちらも現状焦ってつける必要はないかなと思います。まあとりあえず転送壁のクエストが来てないんでしっかりそこでハマってからがいいかなと思います。特徴としましては重力バリアキラーと超 AGB 持ってるんで、重力バリア相手にはめちゃめちゃ高い殴り火力を出せるし、友情コンボに関しても火力高めでキラーも乗ってくる、そして超バランス型の効果も乗ってくるんで属性効果上がってるクエストではめちゃめちゃ火力を出せます。そして SS の自強化も強力でして、1段階目が 1.5 倍、2段階目で2倍もらっています。さらにそっから割合効果あるんでボスに対してはめちゃめちゃ火力を伸ばすことができます。重力転送壁のクエストがもし来た場合はめちゃくちゃ高火力アタッカーとして活躍できるキャラですよね。では低難度向きに関してなんですけども、こちらは同撃遊撃即必殺、高難度向きに関しては同撃同名撃同撃即もしくは即必殺がいいかなと思います。まず簡単なクエストに関してはやっぱり友情火力も高いし殴り火力も高い、そして SS に関しても強力なんで即必殺をつけて2番手に置くと3周目に打つことができます。で難しいコンテンツ向きに関しては即必殺をどうするかなんですけども、これは正直好みですね。まあ個人的には14ターンプラス8ターンなんで、まあなくても全然運用できるかなと思っています。とにかく毎ターン超 AGB と重力バリアキラーで高い殴り火力を出せるし、この枠に関してはこちらドラーニアがいるんで、もしクエストが当てはまった場合このキャラの火力も7000アップできます。反射枠なんですけども、一応ラプンツェルもいるんで同族恩恵をしっかり受けることができます。 SS が14プラス8ターンなんで3番手に置ければ4周目からしっかり1段階の SS が打てます。ただ2段階よりも割合効果が半分減るんで、めちゃくちゃ敵が硬いクエストが登場した際は即必殺の優先度は上がるかなと思うんですけども、現状は同撃3種で全然問題ないと思います。では最後ホーエンハイム見ていきましょう。挑戦権に関しては今のところ今回のコラボキャラの中では一番優先度低いと思います。
友情コンボだったり SS に蝶バラ効果がめっちゃ乗ってくるんだったら強いんですけども、このキャラはそこまで乗らないし、そもそも SS の自強カバー率も低いんで優先度はかなり低いと思っております。特徴としましては超ダミオと超マインスイーパー M 持ってるんで、この2つのギミックが出るプラス属性効果が上がってるクエストではしっかりアタッカーとして活躍できます。まあこの枠ですね、ライバルキャラとしては完全にギミック対応一緒の蝶バラキャラダリアと、他にはビゼ、さらにパワー型のアポロンっていう感じかなってな感じなんですけども、キラーとかは持っていないんですけども、超マインスイーパー M あるんで採用できる可能性はあります。ただやっぱりね、友情火力に関してもちょっとイマイチっていう点だったり、難しいコンテンツにおいてもこの友情コンボなかなか火力出しづらいんで、他のコラボキャラと比べると本当に武器が少ないキャラかなっていう風に思っています。 SS に関しても自強カバー率が本当に低いんで、味方の減速率緩和と全体遅延を目的に使うかなっていう風に思います。では艇内の向きに関しては同撃同命撃即必殺、校内の向きに関しては平明照明即必殺、もしくは同撃同命撃即必殺、この形がいいかなと思います。まず簡単なクエストとは言っても、正直簡単なクエストでこのキャラほとんど使わないと思うんで、もし使うとしたら即必殺はあった方がいいかなと思います。で、難しいコンテンツ向きに関しては正直ね、どこを伸ばそうか難しいところなんですけども、もうこのキャラを完全サポーターとして割り切る。他のキャラも結構強いんですよね。このダメオ、魔法陣だったらヒミコだったりグングニル、あとはアトスもいまして、他にマインスイーパー魔法陣、この枠に関してはランスロット、ダリア、宝星天、もちろんトリプルアンチでハマったら強いんですけども、この枠の貫通枠は天馬さんでハマってるんで、もう一度来るかと言われるとちょっと微妙なラインですよね。だったらもう自強カバー率も低いしキラーも持っていないんで、平明照明即必殺でサポーターとして活躍させるのもいいかなっていう風に思いました。ちょっと言葉悪いんですけども、全体的に結構中途半端なキャラなんで、ワクワクの身で伸ばすところが結構難しいんですよね。なのでこういったバランス型のキャラに平明照明即必殺つけるのは結構珍しいんですけども、まあこの方も全然ありかなっていう風に思いました。以上全キャラ見ていったんですけども、毎度毎度言ってるようにコラボキャラに関してはやっぱり SS が特徴的強いんで、即必殺を視野に厳選してほしいと考えています。今回も転送株のキャラが3体いるんで、正直未来投資の部分多いんですけども、一回厳選したら後々厳選し直すのめんどくさいと思うんで、できるだけ皆さんに万人受けしやすい身を今回紹介させていただきました。以上、よかったら皆さんの厳選内容もコメント欄で教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。